4月にデビュー後、そのルックスと楽曲で注目を集め、福岡を中心に様々なイベントに出演。またポップカルチャー専門フリーマガジンオタクマガジンの公式イメージアイドルとして抜擢され、各メンバー得意分野を生かし、ゲーム配信、料理、バラエティ番組に出演するなど活動の場を広げているそうです。はい、さあそれではルナリウムさん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。
さんこんにちは。私たちルナリウムです。よろしくお願いします。はい、それではね、皆さん私たちのこと初めて見たよって方もね、たくさんいらっしゃると思いますので、嘘つけ、はい、と思いますので、一人ずつね、軽く自己紹介をしていきたいと思います。未来ちゃん。はい、どんな時でもポジティブ思考、長崎県出身、黄色担当の桐原未来です。よろしくお願いします。未来。福岡生まれ、福岡育ち、翡翠の博多っ子、紫色担当、白川凛香です。よろしくお願いします。凛香。はい、親しみやすさナンバーワン、赤色担当、吉本一華です。よろしくお願いします。一華、ありがとうございます。はい、ということで皆さん、カウントダウンライブ楽しんでますか？ありがとうございます。そう、私たちカウントダウンライブっていうのを出させていただくのは初めてで、まさかこのね、プロレスのね、リンクで歌うことになるの、ね、しかもね、大きな形ね、そう、すごい貴重な経験でね、楽しんでます。そう、ということでね、カウントダウンライブ一番最後の花火もね、上がるということで、皆さんライブ一番最後まで楽しんでってください。それではルナリウムもね、まだまだ盛り上げていきたいと思うので、残り2曲聴いてください。レスパーズコード